ちにも。これはすごいね。東京でもこんなに派手な店は見たことないよ。そりゃもうここが何もナンバーワンの店ですさかい。蒼天堀来てグランドへ寄らんやなんて、タコなしのたこ焼きみたいなもんですわ。いや先生には遠路はるばるお越しいただいたんやから、今日はたっぷり楽しんでもらわんと。ささ行きましょう。でもさ、本当に大丈夫なの？こっちってこれもん多いって話じゃない。そないなことありまへんって。もう先生何で言うたら信じてくれはるんですか。でも蒼天堀って言ったらあの近江連合のお膝元でしょ。町ごとヤクザの巣窟みたいなもんだろう。まあましてやこの手の店なんてもう、あそこの席、あれ絶対ヤクザだよ。やっぱり私帰るよ。大丈夫ですって。ほんまに物騒な店も確かにありますけど、この店に限っては絶対安心、折り紙付きです。あれは確かにヤーさんやけど、この店じゃおとなしゅうしてますよ。妙にこの店の肩を持つね。まあまあ細かい話は抜きにして、ささまずは座って一杯やりましょうね。えほらさあ。でもね、こんばんは。失礼します。失礼します。こんばんは。どうです、女の子も粒揃いですやろ。このお方はな、東京のでっかい会社のお偉いさんやで。ほら君らも顔売っとき。やっぱり偉いさんなんや。なんか貫禄ある思った。東京から来はったんですか。かっこええですね。こっちにはよう来はるんですか。いや今回はたまたま出張でね。ここもこの人に無理やりね。そうせやから君らがたっぷりサービスしてくれんと、あたしの面目丸つぶれ。頼むで。なんや責任重大やわ。じゃあまずはお飲み物からやね。何言っちゃいます。どれ。おお、シャンパンで10万か。やっぱり結構するもんだね。そしたらまずシャンパン言っときましょうか。おいおい大丈夫か。10万だぞ。大丈夫大丈夫、先生はもうお金のことなんて気にせんと存分に楽しんでください。シャンパンね。ありがとうございます。でも一本でええんですか。え、せやね、東京の偉いさんもおるのに一本やと足りひんのとちゃいます。大阪の人間がケチや思われますよ。ちょっと君ら。なるほど、確かにその通りや。よっしゃ、ここは潔く一人一本いっとこか。ほな4本やね。お前らの分もかい。ねえわええわ、4本いっとれ。さすが男前、お願いします。うわすごい。うまいな、もう一杯や。ハハハハハ、にぎやかでいい店じゃないか。でも前にこっち来た時は全然知らなかったよ。ああこの店が有名になったんはつい最近なんですよ。そうなのか。ええ少し前に支配人が変わって、そこから急に。社員くらいでそんなに変わるもんかね。それが
引き抜きから何からちょっと大声では言えんようなことまで随分派手にやったみたいで、箱のでかさだけが取り柄やったこの店をあっちゅう間にトップにのし上げてもうたんです。ほう、随分のやり手みたいだね。そう、うちの支配に夜の世界では知らん人がおらんちゅうくらいの有名人なんですよ。そうなのかい。ふん、そりゃいっぺんお目にかかってみたいもんだね。ちょっともう、ええ加減にして。こっちは金払っとんねえぞ。ちょっと触るくらいいいやろね。お前もまんざらやないんやろ。なわけあるか。お客様、当店はお触り禁止です。どうかその辺で。かわいやっちゃな。お客は大概にせんと。大概にせんかったら何やっちゃねんこれ。こっちは金払っとんねやぞ。ガタガタ脱がすね。このボケ。おいおい、全然大丈夫じゃないじゃないか。逃げよう。ああ、この店で暴れるやなんて。まあ大丈夫、すぐ収まりますよ。だからなんでそんなこと言い切れるんだ。出てくるからですよ、彼が。彼って、あの男か？ありゃただのケツ持ちだろう。お客様。ん？本日はお越しいただき、ありがとうございます。何やお前、ケツ持ちちゃうんか？よく間違われます。ですが、違います。え？せやったら何やねん悪い。申し遅れました。私、当店支配人の真島と申します。お前が支配人やと？え、あれが例のこの店はヤクザが仕切っとんのかい。お見苦しくて申し訳ございません。こう見えても堅気です。それよりもお客様、恐れ入りますが、当店でのお触りや暴力行為はどうかご遠慮願います。気に食わんちゅうんやったら力ずくで来てみろや。その面こき落としけ。そういうわけには参りません。お客様は神様ですから。ほう、そらええ心がけやないか。お前さんのその心構え気に入ったわ。こいつはおごりや。たーんと飲み。どうや、神様からのお恵みは？ありがとうございます。私はこの酒を一度浴びるように飲んでみたかったのですが、おかげさまで夢が叶いました。こんな野郎、ええとけよ。お客様、重ねてお願い申し上げます。そろそろお引き取り願えませんでしょうか。もしこれ以上営業妨害されますと。したら何やっちゃねえ。しゃあないの。ああ
一丁景気いいのやれや。そこまでお客様がお望みなら、この真島、僭越ながらお相手いたしましょう。ただし、私からは一切手出しはいたしません。何しろ、お客様は神様ですから。へっ、まだそんなこと抜かすかい。なめおってさあ、ショータイムや。